どうも、こんばんは、ねむです。さあ、メンテナンスが明けてオール襲来来ましたね。それに加えてですね、ガシャの方が結構な確率の映画公開記念 UR のガシャがね、すごい確率がやばいらしいです。なんで引こうかなって思ってるんですよね。本当に、いや、どうしようかな、マジで。これ確率すごいらしいんですよ。確率操作されたじゃないですか、 UR のめっちゃ出るらしいです。なんでもしかしたら動画上げるかもしれないですね。というわけで、今回やっていくのは、ストーリーの方に出ましたオールの方をやっていきたいと思います。変わってますね、絵が赤くなってるな、イベントの方は。とりあえず、レイドをやっていきたいと思います。スタミナ溢れてるんでもったいないですね。よろしく。ツイッター見ててもね、すごい出てるって人がいっぱい。ちょっとヘッドホンつくよ。スマホゲームにヘッドホンでやるやつ。まあ多分ここら辺はもうサク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 といけると思うんですけど、袋でやれ、一瞬だったな。最後一匹死ね、 OK。 まあ最初のオール弱いらしいんでね、ミラクルジャンプに、あれ、私生きて、バトル1回、うわ、出たんだけど。今すぐ挑戦、すげえな、レイドボス出現。今すぐ挑戦しますか。準備っつってもあれでしょ。おお、レイドボス、ヒデじゃん。レイドボスが暴れているらしい。探し出してみんなで倒そう。やりますか。なんだこれ。あー、何これ。強化して出撃とかあんの。なるほど。どうしよう。何このリストっていうのは。あー、なるほどね。参加してくれた人か。ちょっと1で行ってみますかね。ちょっと待ってね。ひなみひなみ、オッケー。行こう。さあ、どんなのかな。お、これはかっけー。グラがかっこいい。あ、なんか BGM が、BGM がすげえかっけんだけど。あれ、あ、あは、マジ弱いってこのレベルか。生きていいのかな、このレベルで弱いのか。いや、でも滝沢かっこいいな。いいっすね。ちょっと何回かやろうかな。マジ？多分 SSR は滝沢だから探索に行く。時々さ、この右の絵が切り替わってない時あるよね。ほえー、あー、でもあれだな、銃は変わんないんだな。行こう。これ雑魚敵っていうか、その雑魚階層のこの敵たちも強くなっていくのかい。ちょっと分かんないんですけど。よし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 。まあ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 、まあ、でこれでも毎回さ、レイドボス出てたら生きて出ないでしょ、さすがに。お、出るんだ。さっきより強くなってんだろうか。さっき一発で死んだからな。マジ？あ、レベル2になってるわ。
いいっすね。じゃあとりあえず1ですね。まあ全然1でいけると思うからこの段階は。いや BGM かけ。あ、ちょっとマップが配置が変わってんのかな。あ、でも一発で死ぬんだ。どれぐらいまでレベルは、あ、でもそうか、こうなってくると結構どこまでレベル上げれるかでこうなんか威張り合いみたいなのがあるかもしれない。威張り合いって言っちゃあれだけど、ツイッターでさ、ないまでレベル上げましたみたいなあるかもね。どこまで上がるんだろうな。ちょっとパソコンがうるさい。マジ？パソコンがうるさいんだけど。ちょっと待ってね。こっち、よし。これ報酬って、あー、オール手に入ってるな。ちょっと見に行ってみるか。なんか重いんだけど、アップデートしてからグルカルが重くないですか。俺なんか重い気がして、オールどこだ。あれ、いないんだけど。受け取らなかったっけ。さては受け取れてないな。ちょっとなんか売却して、でもこれは SSR だから、なんかあれかな、一定のとこまで行けば UR 取れるみたいな感じなのかな。 UR は絶対取れると思う。空腹に苛立つオール。ジャムくれ、出た。ジャムリーダースキル3の倍数。あー、そういう感じ。3でアホになるやつ、これマジか。鍋圧パターンか。4の倍数って新しいな。もぎたてパイナップル。いやでもいいっすね、やっぱり書き下ろし、石田水先生の書き下ろしは。まあ普通のグルカル運営の絵も好きですけどね。 UR とか結構かっこいいし。さあ、じゃあラストぐらいにしときますかね。まあレベルどこまで上げれるんだろうな。よろしく。さあ行こう。相変わらずこいつらも結局スタミナ10でこいつらをボコり続けるっていうあれか。てかレイド以外になんかイベント復刻かなんかで来るかと思ったけど、結局レイド1本なんだよね。滝沢に関してはアリーナのポイント使うからそんなに痛手じゃない。あれ、最後1匹倒してなかった。私、いや、生きていいのかな。痛手じゃないのにさ、何か一個ね、個人的には鬼山田が復活してほしいんですけど。マジ？マジ？レベル3。さあ、行こう。UR はどこだろうな。滝沢の記憶だっけ、なんかあの遺書のさ、死にたくないって書いたやつ、あれはドロップで落ちるのかな。いや、いいよ、 BGM かっこいいよ本当に。この下のゲージ、ボススキル、しかもこのパンチの横になんか弾が5つ並んでるじゃないですか。それなんか弾んのかな。
攻撃プラス50、1行動分。まだまだ未知の部分が多いな。おじゃあ、私生きていいのかな。はい、というわけでね、レイドイベントはこんな感じですかね。まあ今パパパッと1,2,3 レベルまでやったんですけど、ガシャの動画を撮りたいと思っているんですが、どうですかね。ちょっとツイッター見てみますか。すっげえな、 UR の確率どうなってんのこれ。すごいすごいすごい、マジで。じゃあ弾こうと思います。次の動画です。次の動画で弾いていきたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。